はい、星のアニバーサリーです、今日は結果を出すということでやっていきます、星のアニバーサリーはですね、和楽器とエレクトロニックで新しい日本の音楽を創造している音楽家であります。よろしくお願いします。ですね、結果を出す、まあ音楽だとこう複数の結果っていうのがあるのかなって、いやこれは他のジャンルでもあるとは思うんですけど、特に音楽だとこうその複数っていうんですか、まあ自分で言うと例えばこういうレーベルからリリースしたっていうのも結果だし、もしくはこう、まあ、他の方で言うとこう有名になって武道館で演奏したっていうのも結果だろうし、まあなんかこうすごいざっくり言うとこう多分ビジネス面とお金面でなんかそのあるのかななんて思うんですね。はい。でなんかそこの部分っていうのを結構自分の中で特に明確化しておくっていうのは大事かなと思うんですね。まあ、自分の場合なんかこう、まあ、よくそのビジネス面のことも考えはするんですけど、結局なんかこうここ10年ぐらい例えばそのボーイズノイズレコーズとかでこうリリースをしてってことやったんですけど、なんかここから10年も割にそういうことっていうんですか、なんかそういうある意味チャレンジなんでしょうね。そういうことは続けたいなとか思うんですよ。例えばその今だったらなんかワープレコーズあたりでやっぱリリースしたいなと思うんで、やっぱそういうワープでどうにか出せねえかなみたいなことはなんか挑戦はしてたいみたいな。音楽を作るってこともあるんだけど、なんかそういうなんか結果ってもの、まあもしかしたら音楽を作ること自体結果になるとは思うんですけど、だからなんかとにかくそこの結果っていうところに自分はどういうなんかその結果を見て、それに対してどういう結果を出せたかってことはなんかこう自分なりのこうなんていうかセルフチェックってことも言うんですかそういうのは結構大事かなと、まあ自分は思ったりしてますね。ちょっと水を飲ませてください。失礼しましたそうですね、なんかこう特に音楽で、まあちょっと話は若干今のとこから変わってくるんですけど、まあ、その10年20年ぐらいまあその音楽活動はやってるんですけど、まあ全然そのクラブミュージックと違うジャンルの、例えばベースを弾いてて、まあスタジオミュージシャン的なことをも軽くやったりとかしてたんですけど、なんかそういう時に結構思ったことがまた結果ってことで、要は誰かと仕事するってビジネスなんで、まあその中でまあ自分が例えば演奏でいいものを出せたとか、まあ、例えば誰かに曲作りを頼まれていい曲を作れたってこともあるんですけど、なんかその相手から例えばそのなんだろうすごい昔の話なんですけど、なんかそのベースのサポートをしてお金をもらえなかったことがあったんですね。びっくりしてなんかその、まあ、自分の素行なのか、まあ、そこで一緒にやってた人たちなんですけど、なんかそういう類のことを向こうが言ってきて、だから払わないみたいなことを言い出して、まあ、確かに問題あったのかもしれないし、自分も何かあったかな悪かったかなと思うところもあるんですけど、なんかそのなんだろう、その労働したことに対して払わないのかと思ってびっくりして、まあなんかしまいにはその方にそのまあいやあのお願いしますって言ったら、なんかそのライブに、私がライブハウスを経営してるんでライブに出たらお金を払いますみたいなことを言い出して、なんかもう意味がわからないなっていう感じになってきて、まあそれでもうお金として3万円ぐらいだったんで諦めたんですけど、まあ果たしてこの件って何かこう どのぐらい自分が良かったのか悪かったのかわかんなくて、まあけど普通に考えてる自分特に悪いことはしてないんだけどなみたいな感じで、まあふと若干思い出しつつ、まあけどそれはには置いといても、なんかこう仕事を頼まれたんだけど、なんか無料で何かをやってくれみたいなことってあったりして、なんかそれ違うよなって結構思って、まあ別にそのなんだろう友人だからやりますとかそういうのあっても全然いいんですけど、なんかこうただを前提に人に仕事を頼んでくるってどうなんだろうみたいなのって結構あって、まあそういうことって結構なんかありましたね。何度かというか、そのメジャーな仕事っていうのは基本的にしっかりお金が入るんですよ。なんかこう極端に言ったら誰かに例えばこういうまあ
何度も昔あったアイドルの何かこう前奏の曲に対してこうなんかミキシングお願いしますって頼まれたことがあって、まあびっくりして はいみたいな感じで、まあ面白いなと思ってちょっとやらせてもらったんですけど、だからまあ他人の曲のそのちょっとミキシングバランスがいまいちでかっこ悪いからどうにかなんないかって言われて、いやできるかなと思って、まあそれなりにやってみたんですけど、はい、まあなんとかなったんですけど、だそうするともうしっかりこうなんですか、5万円とか10万円とか払われるんですね、まあ、自分がこう請求書を出してみたいな感じで。だからなんか結構その仕事する上でなんかすごい当たり前なんですけど、なんか他人の労働に対してお金払うっていうのは結構その結果出すっていう意味で大事かなと、まあふと思うんですよね。だから自分もまあ別にその会社やってるわけじゃなくて個人ではあるんですけど、例えばアートワークとか、まあ最近はもうアートワークだいたいレーベル側でやっちゃうから、なんて言うんだろう、自分から誰かに頼んでってことはほとんどなくて、まあなんだろう、やりたいって手を挙げていただけたら、まあもしかしたら頼もうかなとは思うんですけど、まあ、もしくは自分の方でなんかまたお願いすることもあるとは思うんですけど、なんかそういう際ってこうなんか仕事がその人の終わった瞬間に俺すぐ振り込むんですね。なんかもうだから振り込み先教えてくださいって言われたら、もう言われたらそのなんかどう考えてもその24時間以内になんか24みたいですけど、まあ、絶対にこう払おうっていうのは決めてるんですね。なんだろう、なんかこう振り込みとかそういうことはもう胃の位置にやるっていうのは決めて、なんかそういうの先延ばししないっていうのは決めてるんですね。なんかそれがまあせめてなんか自分ができるその自分に対して仕事をしてくれた人に対する少しでも敬意なのかなと思って、まあそうしてるわけなんですけど、なんかそういうのが大事なのかなとこう、まあちょっとその結果を出すから外れて、まあまた別の意味で結果を出すってことなんでしょうけど、まあこれって結果っていうよりまあ人間としてある意味当たり前のことなんでしょうけど、はい、と思いますね。だから最近こうなんか思うんですけど、なんかその人が何をまず私ちょっと他人に対して見て思うんですけど、この人は何を押し通そうとしてるのかなっていうことは結構思うんですよね。だからまあ、多分自分の場合ってやっぱ音楽で多分これをヒットさせようとか、これを多くの人に聞いてもらおうみたいな感覚って、まあ、そこまでないというか、そういう技術力はあんまりないかもなって思ったりするんですけど、だから一方でただその音楽とかそういうビジネスにかかってる中で、おそらくその数字を取るとかそういうことをもうなんか極論に言うとプロでやってる方っていうのもいらっしゃって、でまあそういうやっぱ人はたくさん当然いるわけで、まあ音楽業界もいるんですけど、ただ一方でその口だけだなって人も結構いるんですね。まあ自分もそのクラブ業界でまあやってきた中でも、ちょっと残念ながらそのなんて言うんでしょう、別にプロの方ではそういうことはあんまないと思うんですけど、何かこう自分にいろいろ言ってくるんだけど、けどこの人ってなんかしたかみたいな、だから業績としてなんかそれを裏付けるほどのことしたのかなっていう疑問を感じることってまあ多々ありましたね、はい。だからなんかそこに対するまあなんつうんだろう、もっと言うならまあ例えば自分みたいな DJ サイドだったりの側の人、ミュージシャンサイドの側の人に対してまあ思うというか、まあ自分が今思ってることなんで、もしよかったらと思うんですけど、そのまあ、ビジネスで分かったようなことを言ってる人に対する疑問符を持った方がいいのかなと思うんですね。要はなんかこう分かったようなことを言う、まあ、もしかしたら私もそう思われたら、今見てる方がね、こいつなんか言ってるけど本当そうなのかって言われたら、まあ、一応俺こういうことやってますっていうのを見て、まあ、音楽聴いて判断していただきたいんですけど、けどなんか中にはそのこの人って何をしたんだろうって人って多分いると思うんですよ。けど口はなんか達者みたいな人ってなんか意外にいるのかなってこう最近改めて思ってて、だからまあだからその人にしてほしいことっていうのは、だから今度はそういう結果を出すことになりますよね。なんかね、いや昔こうだからあったわけですよ。例えばなんかライブハウスとかなんかで、まあ、イベントやるんでみたいな、ああっていやいいですよって、これ300人ぐらい人が入るんでぜひ
なんか星名さんも参加してくださいみたいなこと言われて、あ、はい、ありがとうございますって言ったんですけど、なんか蓋を開けたら30人もいなかったんですよ、そのイベント。そう、300人って言ってる、なんだろう、10分の1もいないぐらいのイベントで、なんかしまいにはその自分が PA をやらされて、しかも PA がひどい機材で、でなんか阿波屋のり子みたいな人が歌ってて、なんか俺なんかその人になんかしまいに怒られて、何なんだとか思って、俺そもそもこれ PA なんで俺やんなきゃいけないんだろうみたいになって、俺別に演奏するだけだったんだけどなとか思って、でなんか阿波屋のり子さんみたいな人にはなんかスタッフ扱いされるし、散々だなとか思ったんですけど、まあそういうとこに結局いた自分も悪かったんですけど、まあそんなとこ参加すんなよって話したんですけどっていう、まあ若干昔のエピソードも入ったんですけどね。まあだからなんかこう話の結論としてなんですけど、その自分の結果どこに置いてんのかなっていうのを一回考えるとやっぱいいですよね、一つとしてね。なんかこうやっぱ音楽でこういう音楽でこういうレベル出して、こういう自分の音楽像を作りたいとか、まあこうやって自分のなんかこう売れたものを作りたいとか、まあなんかこういうことをしたいとかっていうのはなんかある程度ビジョンとしてあって、だから相手も一方でこの人こういうビジョンだよなっていうのを、まあもしかしたら聞いてみてもいいのかもしれないけど、まあ聞いたらけど多分もしかしたらビジネスとはもうちょっと切れ事という場合もあると思うし、まあ自分の場合ももしかしたらね、そんな一本線で言うか分かんないんですけど、ただなんかそういうのをこう自分に対してもそうだし、相手に対してもある程度把握しといた方がいいなと思いますね。はい。でまあ、特になんかこの音楽業界今どうか知らないけど、やっぱ自分がいた中だとなんか口が達者な人って結構いて、なんかそういう人に限って意外になんか全然結果出してないんだけどなみたいな、はい、でなんかやたら奢ってくれんだけどなんか金はくれないみたいな、そうあれなんなんでしょうね、そうそうか、社費で出るんですね、そうこっちになんか奢るっていうのはなんかその会社のその費用で出るからいいんですよね。そうけどお金はくれないんですよね。そうなんか覚えてんのそのやっぱ社長みたいな方がやっぱ自分付き合ったんですけど、なんかその社長の仕事で俺お金もらった記憶ほとんどないですね。けどなんかおごってもらった記憶あるんですけど、だから変だなと思って、うん、だから一概にいないんですけど、結構音楽業界でその一緒になんかやってて、お金をその自分のやったことに対してくれる人っていうのはそんな悪い人じゃないと思いますね、はい、これは結構なんか自分の中でちょっとあるかもしれないですね、うん、だから自分もその他人の仕事に対しては、だから向こうがよっぽどいや今回の件お金もらわなくていいですってなんかこう言われたら、あそうですか本当すいませんって言うんですけど、それ以外の場合は大抵の場合払いますね、なんかそういうイメージが自分もあって、だから逆に言うと自分はそのやっぱ誰かに対してお金しっかり払いたいみたいなのがあって、あんま割引とかもない方がいいのかななんて思いながら、まあ生きてますけど、はい、まあ、そんな今日は結果を出すという動画を作ってみましたけど、まあ、なんかどっちかというと音楽の話もそうなんですけど、ちょっと自分のこう音楽業界だって若干失敗の話と、まあ若干人生相談みたいな、まあ、自分が相談を受けてるみたいな感じになってたかもしれないですけど、というわけで結果を出すでありました、星名リバーサリーでした。